食べとレディオチャンネル。今日は TikTok で話題になったシルク餅を作っていきます。用意するものはお餅とフライパンです。強めの中火でしっかりと温まったフライパンにお餅を垂直に当て動かしていくだけです。フライパンがかなり熱くなっていますので、作る際は火傷に注意してください。先ほど作ったお餅をまたフライパンに戻し、水分を飛ばしていきます。お皿に移したらきな粉をかけて完成です。その他オリーブオイルや砂糖醤油、塩とごま油などもおすすめですよ。体の匂い研究家、食べトレシニアインストラクター篠田湊がお伝えしました。チャンネル登録お願いします。